非常にもてなしもいいっていうことを聞いたもので、ポンジュースが好きなんでちょっと100円ショップで作ってました。スタートを前に1万人のランナーのワクワクとドキドキが充満したメイン会場。お、こちらも気合が入っていますね。これは白鳥です。愛媛マラソンは去年に続き2回目、白鳥姿は今年が初という陣野春樹さんと宇高凛太郎さん。僕の父もマラソンしてて、一回ちょっと白鳥で走っててベストタイムが出たって聞いたので。お父さんも白鳥？今はコスプレ抜きではフルマラソンは完走できないと思っております。正直恥ずかしいです。はい。今から10年前の映像、当時コスプレ住職ランナーとして紹介されていたこちらの方が春樹さんの父で今治市大島の海南寺の住職、神野圭さんです。これです。今年はこれを着て走りたいと思います。2014年の第52回大会に白鳥姿での出場を決めた父、当時9歳だった春樹さんも兄弟と一緒に写っていました。この白鳥姿で臨んだ大会で父の圭さんは見事当時の自己ベスト3時間33分24秒を叩き出したといいます。そして10年後、今度は息子が白鳥姿になり、父のお下がりを着て自己ベストを目指します。4時間切り目指して頑張ります。今スタートしました。完全復活第61回愛媛マラソンが始まりました。1万人のランナーはここフィニッシュに向けて走ります。どんな思いでフィニッシュを目指すんでしょうか。マラソン序盤、あ、白鳥コンビも絶好調です。いや、大声援の中、コモディ飯田金子初優勝です。歴代2位のタイムでトップランナーが最初のフィニッシュテープを切ったのを合図に、フィニッシュ地点には次々とランナーが帰ってきます。トップランナーのフィニッシュから40分、ナンバー11156、こちらの男性、お付き合いしてる人と一緒に走りました。あ、そうなんですね。はい、愛媛マラソンは初挑戦。今回大洲出身の彼女と共に出場したという川原大輝さん。実はそのお付き合いしている方のご両親に昨日ご挨拶に行ってきました。で、結婚のご報告をしてきた次の日のマラソンだったので。去年12月に交際中の彼女鈴鹿さんにプロポーズ、そして昨日結婚の挨拶へ。ドキドキ度合いとしてはどっちの方が高かったですか。やはり挨拶の方がドキドキしましたね。大輝さんのフィニッシュから30分、鈴鹿さんも無事に完走です。よう頑張った、頑張ったね、疲れ、お疲れ様、無事に。お二人とも自己ベストでのフィニッシュとなりました。明日は両家で顔合わせをします。はい、堂々と胸を張ってご挨拶したかなと思います。そして翌日、ランニングウェアから一転、鈴鹿さんは振袖、大輝さんはスーツに身を包み、無事両家の顔合わせが行われたということです。今度は夫婦としての出場を楽しみにしていますね。ゲートの真ん中でフィニッシュしたオレンジの手袋に眼鏡の男性は徳野健二さん。
厳しかったですね、はい、痛みがある状態で今日は走ったので、うん、徳能さんは全校児童6人宇和島市にある日振島小学校の校長先生です。よっしゃ、27。学校では毎週2回朝に5分間走を行い、子どもたちと声を掛け合いながら汗を流していきました。そう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 、サブ 3.5、 3時間半切ることが目標です。目指した3時間半は3時間44分28秒。今年は子どもたちの応援もあったので、何としてでも切りたいとは思ってたんですけども、目標にはあと一歩及ばずでしたが、昼休み一緒に走ってる子がいるんですけども、その子が今日来てくれてまして、あの応援して一緒にちょっとですけども伴走してくれたのがとっても嬉しかったです。島の小さな小学校、大会前も大会当日も校長先生の背中を押し続けたのは子どもたちでした。スタートから間もなく5時間。あ、白鳥が帰ってきました。父親から受け継いだ白鳥の仮装で挑んだ神野春樹さん。すごいいろんな人が声援をくれたので、なんとか完走できました。今年5時間切れたので結構タイム上がりましたね。はい、拍手を来たらちょっとそれジンクスが。目標の4時間切りとはいきませんでしたが、見事4時間54分6秒の自己ベスト。これぞ白鳥の水かき。父も10年後の息子も白鳥姿で自己ベスト更新です。ちなみに白鳥の相方はというと、15キロ地点で残念ながらリタイアとなりました。ラストファイトです。ラストファイトです。ラストファイトです。制限時間の6時間まで残り1時間。フィニッシュするランナーが一気に増える時間を迎えました。左手に布のようなものを持ち、万歳をしてフィニッシュした男性。何回放送なんですか、はい、いいですか、少し、はい、夫婦です。あ、夫婦です、はい、じゃあ、はい、今手にしているのはどなたから。ちょっと妻の方が体調悪くて現在、はい、それで今後治療が始まりますので、はい、そのために今日頑張りました。今度手術することになりましたので、はい、はい。去年の年末に病気が見つかったという妻の光代さん。一緒に戦う気持ちを伝えたい、妻への思いをしたためたメッセージを忍ばせて走り切った 42.195キロ でした。でもこれをファンと広げたからびっくりして、内緒だったんで、これはこういうサプライズしとったんだろうって。リタイアしなくてよかったです。二人三脚、病気も二人で戦います。制限時間まで残り30分。お疲れ様です。頑張った。応援ゲストの浜口京子さんが最後までランナーを励まします。ゴール手前の皆さん、こちらです。ゴールは待ってます。応援に応えるようにここから怒涛のフィニッシュラッシュ。制限時間が残り10分を切る中、はい、フィニッシュゲートのそばでは、応援にどなたが走られる。パパです。パパです。走っているのは愛媛マラソン初出場というパパ新也さん。アプリで確認しながらフィニッシュに近づくパパを待ちますが、
制限時間も刻々と迫っています。時間が50分、あと3分、あと3分残り3分、パパ間に合うか。違う、無事フィニッシュ。急いでパパの元へ向かいます。ありがとう、ありがとう。いや、ギリギリじゃん。ギリギリすぎたね。5時間58分2秒なんで、ほんとギリギリですね。滑り込みました。でもすごい、間に合ったのがすごい。タオルをゲットできた。そう、タオルゲットしました。ちょうど30キロ地点で、妻と子供が差し入れしてきて、応援来てくれて、でそれでなんとか完走できました。完走はできないと思ってたけど、完走してくれて嬉しかったです。来年は 5時間半ぐらいで。どうですか、パパのそういう気持ちを聞いて。また応援したいと思いました。1万人余りのランナーが1万通りの思いで目指したフィニッシュ。タイムね、5時間59分36秒。まだまだ上目指せるような気がしますが。悔いなし、体力の限界。完走したぞ。完走おめでとう。ありがとう。自信のこともあって、こうみんな応援されるとかするってすごく、なんか響きますよ。石川でね、なんか一生懸命頑張ってる人いるから、ちょっと今日は歩けんなと思って、最後まで走り抜きました。みんなから応援メッセージをびっしり、はい、もらって、しんどい時にこれを握ったら本当にパワーになって。晴れをして泣いて笑ってくさ。長い。お母さんの今日の姿はどうですか？かっこよかったです。かっこよかった。子供たちから来年はたくさん練習してもう一回頑張るみたいな、すでにもう連絡をいただいてるので、チャレンジできたらいいかなと思います。還暦60、あとは何があったり、恵比寿さんとかにもあったりして。先週が来まして、で男の子に来ました。当選できたら、その時にはもうやっぱ生まれ、子供がもう生まれとんで、かっこいいとこ見せれるように頑張ります。家族のために、自分のために、ふるさとのために、走り抜いた 42.195 キロ。フィニッシュ地点はランナーの、そしてランナーを出迎える人の最高の笑顔であふれていました。明日は5000人を超えるボランティアに、スタッフ、ランナーを支える人たちに密着です。